かつてジオンズム大君が提唱したニュータイプは、宇宙に出た人類が誤解なく互いを理解し合えるようになるという人類進化の形を示した。しかし現実にその素養を持つ者たちが現れた時、それを戦争の道具にしようとする者が現れたのもまた必然。私はこの者たちに賛同できず、ニュータイプの戦闘能力部分のみを機械的に再現するエグザムという戦闘補助システムを提案した。ニュータイプを戦争の道具にせず、究極的には人類進化の可能性を探るという私の研究に賛同したニュータイプマリオン・ウェルチは、過酷な実験にも耐え、実に献身的に協力してくれた。しかし彼女の力を知るほどに私は恐怖した。これほどの力を持つニュータイプとは、我々旧人類の天敵たる存在ではないのか。私の心が闇に沈んでいくことに彼女は気づいていた。気づきながらも何かを信じて協力を続けていた。どんどん私は追い詰められてゆき、ついには壊れた、いや目覚めたのだ。私は機材にある細工をして、行き詰まっていたエグザムの開発に転機をもたらした。能力のコピーが無理ならば、意識そのものを取り込んでしまえばいいのだ。そして彼女は意識不明となり、代わってエグザムシステムはその能力を得た。ニュータイプに我々が対抗するための力であるエグザムは、ニュータイプを生贄に完成した。しかし私を異端視する者たちにより、研究継続は困難となっていた。だから私は完成したエグザムを手に、連邦への亡命を決めた。そう、ニュータイプ殲滅という使命の前にはジオンも連邦も関係なかったのだ。こんなところでお馬さんに会うとはな。どうせオデッサから配送したはぐれ部隊だ。モビルスーツのテストを兼ねて我々で仕留めるぞ。ほう、連邦もようやく二足歩行できるモビルスーツを開発したか。果たしてこのイフリート界の相手が務まるか。新手か。ではそろそろエグザムを試す。連邦の雑魚どもめ、その目に焼き付けよ。これがエグザム、私の力だ。騎士道も改正の頭数だけの雑魚どもか。さすが隊員、お見事です。重力下での戦闘となる。機体負荷は想像以上だ。イフリート海がいかに優れた機体とはいえ、今までも無理なテストを重ねてきたからだ。ですな。収容後すぐにメンテにかかります。なんだ、友軍か。いや、残念ながら新手のお出ましのようだ。なんで味方を。大尉、これでよろしかったのか。仕方あるまい。積み荷を破壊されるわけにはいかんか。ですな。あとはあの連邦の人形どもを排除するとしましょう。ようやく裏切り者クルストの尻尾をつかんだぞ。このニムバス・シュターゼンがエグザムの名のもとに葬ってやる。連邦の増票ともどもな。あの真ん中のやつ、あの青い機体、やつに近い殺気を感じる。おいおい、似てるのは色だけだ。冗談にしても笑えないぜ。油断するな、来るぞ。
勝での戦闘は負荷が高いか。これ以上は期待が持たん。連邦にもなかなかの使い手がいるようですな。しかし目標は達成です。同志が敵輸送機への侵入に成功しました。そうか。クルスト、貴様を確実にいぶり出し絶望を味わわせてやるからな。待っていろ。行くぞ。エグザムの力を存分に味わわせてくれる。トレーダー、ラウ、お前たちはタイローの確保だ。タイ、お一人では危険です。せめて目標発見まではお手伝いを。いや、それには及ばん。エグザム同士の共鳴が始まっている。どうした？ユウ、エグザムが勝手に発動しようとしている。下がってみてみ。見つけたぞ、連邦の青いモビルスーツ。貴様ごときにエグザムを扱えるものか。私とお前どちらが真にエグザムに認められし騎士か、勝負だ。この感じいつもとは違う。二人とも離れてくれ。そんな、我々も一緒に。ここはユーに任せる。行くぞ貴様ら。ユー、そんな化け物に飲まれるんじゃねえぞ。お前はお前だ。ああ、そのつもりだ。バカな、この私が。これは機体の性能差か。違うな、ニムバス。これはマリオンの意志だ。これで。ここでタイをやらせるわけには。ちぎりっ、ジークジャーク。俺は無力だ。俺はまた。すまない、マリオン。いいえ、あなたは示してくれたわ。そうか、わかったよ。君を救う方法は。ユー、おい、生きてるか。生きてます、生きてますよ、少尉。泣くんじゃねえよ、タク。やつは、機体はあの通りだが、しぶとい野郎だな。うまく逃げやがったよ。だろうな。ブルー、壊れちゃいましたね。これ、カムラ隊員にどう説明します？おい、ユウ、こりゃ後が大変だぞ。だな。隊員、ラウとイフリート会は残念でした。ああ、ラウに感謝せねばな。見事に脱出のチャンスを作ってくれた。しかし、期待に限界が来ていたとはいえ、エグザムを失うことになるとはな。しかし隊員、我々の戦いは報われました。ついにクルストの居場所を特定できました。何？そうか、ついに突き止めたか。クルストよ、首を洗って待つがいい。
これが連邦の戦の場所。おい、なんで実験機が起動している？テストの予定は聞いていないぞ。博士に連絡を。どうした？なぜ2号機を起動した？搭乗者は誰だ？すぐ止めさせろ。久しぶりだな、クルス。その声、ニューガスか？どうしてお前がここに？なあ、兄、まだ私の任務は途中だったからな。続きをしようと思ったまでだ。うん、ああそうか。よし、上には私が話をつけよう。お前ほどのパイロットなら大歓迎だ。また共にエグザムの完成に向けて協力してくれ。何を言っている。エグザムは私の剣として一つあれば十分だよ。私の任務はこれだ。貴様貴様が我々を裏切ってまで作り上げたこの力、存分に試させてもらおう。地獄から見ていろ、クルスト。これで残るは最後の実験機だけですね。情報ではキャリフォルニアベースで戦ったあの部隊に回されるとのことだった。そのようです。このままそちらに向かいますか？いや、奴の手に渡るならばその必要はない。我らが古すぎて待つだけだ。すぐに空へ上がるぞ。最後の時が来たようですね。ではそのように手配いたします。連邦に残った最後のエグザムを持ってわざわざこんなところまで追ってきてくれるとはな。感謝の言葉もない。さあ、どちらが真にエグザムに選ばれし者か、ここで決着をつける。マリオ、すまん。俺は奴を殺してしまう。それが彼の救いならば、私もこの手を。ユーバス、エグザムの呪縛を断ち切る。貴様がエグザムを語るのか。マリオ、私はどこで間違ったのか。はじめまして、ニムバス・シュターゼンさん。君は、ああ、レン。そう、私が例の被験体のマリオ。よろしくね。今のは何だ？システムが急に落ちたぞ。ニムバス、ついにエグザムが起動したぞ。博士、マリオ、貴様何をやった？マリオ、私にしてやれるのはこれくらいだ。サイド6の病院でゆっくりと休んでくれ。君の犠牲を無駄にはしない。先生、すぐに来てください。例の患者さんが意識を。これは奇跡か。奇跡じゃない。私を救ってくれた人たちがいたから。